いや確かにあれですね歌舞伎とかねまあ時代もそうですけどそう言われると確かにまあまあ子供の意味っていうのがまた変わりますねまああとまあもう本当に分かりやすく言うならば天皇家に生まれたらっていう話ですよね <laughs> 全く違う考え方がないと、まあ、生,き生きていけないですよねうーん まあでもそういうとこそういう側面で見るんであるならば僕たちはラッキーであると。どうすかね。まああの僕は天皇のそこで生まれたことがないので何とも言えないですけども多分一般的な自由はないんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあ教育も圧倒的に多分生まれた瞬間から違いますよね。だからまあそれが幸せなのかどうかはまあまあそれを ねまあ、この場で言え一生言うこともできないだろうしうーんまあ本当の真実は、まあ、そこのところで生まれてみないと分かんないですよねただ一つ言えるのは僕たちは自由であるということですよねうんだからその自由をどう使うのかっていうところでなんか いろいろな側面でいろんなポジショニングで考えると今の俺っていろいろできるよねっていうことを考えてった方がいいんじゃないですかねうん多分その YouTube とかも自由に見れないんじゃないですかねそういうお家に生まれた場合はどうなんでしょうか分かんないですけど ね、だって久保さんの動画なんか見れなくないですか多分お許しがせないじゃないですか <laughs>。ねえ、その教育、そのね、なんか管理する人がいて、教育に関しても見るものも全部、なんかあの制限されてるんじゃないかなと思いますけどね。ういやだからね、僕たち YouTube 何見ても自由じゃないですか。それだけでもすごく、 なんか久保さんがね、あの、自由があればそれでいいっていう名言があるんですけど、いや、本当にその通りだと思いますよ。自由があれば、あの、それでいいっていう。うんまあ、お金がない、お金の自由に関しては、稼げばいいだけなんで。で、今の僕の話から言うと、どれだけ稼ごうが何しようが、もうそういうものだからしか、もう無理ですよね。買いようがないですよね。お金に関しては稼げばいいだけなので、 だ,だって会社が嫌だったら辞める自由もあるし、企業、そもそも自分が社長になれる自由もあるんですよ。みんな社長にならないですけど、誰でも社長になれる自由はあるんですよ。でも、その社長になれない人もいるわけじゃないですか。まあそういうね、天皇とかに、多分難しいんじゃないですかね。 もう後継ぎとかそういう地質とかいろいろありますからあとはね300年400年続いてる歌舞伎のところとかだったらまあなかなかっていうとこありますよねうんだからまあ選択は僕たちできるのでうん選択すればいいんじゃないかなと 今の人生変えたいんだったら変えられる自由はあれるし、やれる自由もあるし、動画見れる自由もあるし、動画で発信できる自由もあるし、どうでしょうか多分、今芸能人の方が YouTube 始めましたってこう参入してますけど、天皇の血筋の方で YouTube 始めましたは絶対できないと思いますよ。まあ、絶対ではないですよ。この前イギリスを、イギリスのチャールズなんちゃらだったかななんか YouTube 始めましたみたいなね、あれですけど、 どうですかね難しいんじゃないですか日本でうんはいいってらっしゃい。